蜜蜂の素花チとは、ハチメミツバチ上下の昆虫のうち、幼虫の餌として、花粉や蜜を蓄えるものの総称。代表的なのは、蜜蜂、バチやマルハナバチ、ルリモンハナバチなどである。英語の B の意味する範囲に相当する。花チとは、チ類の中で、花に訪れ、蜜や花粉を集め、幼虫の餌として、それらを蓄える習性を持つものである。 分類上は、姫花鉢か、小花鉢か、はきり鉢か、みつ蜂かなどに所属するものがこれにあたる。花鉢は、みつ蜂上下から、穴蜂か、銀口蜂か、背長穴鉢かなど、狩り蜂類を除外した、単形統群である。多くは、小型から中型の鉢で、体は丸みを帯びたものが多い。花鉢以外でも多くの鉢が、 下唇の先端に蜜などの液体を吸うために、中舌というブラシ状の細かい毛に覆われた下のような構造を持っているが、花鉢では特にこの中舌が長く伸び、これに一体の下唇髭とさらに一体の小額外葉が添えられ、花の奥から蜜を吸い出す興奮を構築している。また、体は木の枝のように細かく分岐した毛で覆われて花粉が付きやすくなり、胞子や腹部に、 体の表面についた花粉を集めて運搬するのための構造が発達するものも多い。花鉢は花粉や蜜を自らの食料とすると同時に幼虫の餌ともする。蜜チやハリナシ蜂など一部の花鉢は蜜をより保存性の高い蜂蜜へと変化させて貯蔵する。巣は地下に穴を掘り、そこに幼虫の餌となる花粉と蜜を練り合わせたものと卵を、 収める部屋を作るものが多い。はきりバチ類は、草子用植物の葉を切り抜き、地中に掘った巣穴や竹筒の中などに、それを詰めて、コップ状にし、素材とする。よく庭のバラや萩などの葉が、円形や楕円形に丸く切り抜かれているのは、この鉢の仕業である。また、はきりバチ類の中には、竹筒や木の穴、岩の割れ目などに松屋にを練ったものを詰めて、素材とし、 部屋を作るものもある。こうした巣には、しばしば、紙切り虫などの他の虫が木に開けて巣立った後の穴が再利用される。姫花鉢下では古い蔵の土塀や土壁作りの家屋の外壁に先行して巣を作る種や、途中に巣穴を掘るうつぎの姫花鉢等がある。丸花鉢や蜜鉢は、自分で分泌した老物質を巣材とする。蜜鉢の巣は六角形の部屋が並んでおり、 紙質で作られた足長蜂のそれとよく似ているが、系統をことにするものであり、並行的に生じたものと考えられている。蜜蜂は社会性昆虫として知られているが、この仲間で社会性昆虫であるものはさほど多くない。大部分の花蜂は単独生活で、母蜂は巣の独房に花粉と蜜を練ったものを蓄え、卵を産むと巣を閉じてしまう。 小花蜂科の一部や熊蜂類では母子の巣穴内での同居などが見られる。丸花蜂族になる土地下に巣を作り、蜜蜂と比して小規模ながら女王蜂と働き蜂が明確に分化した新社会性を示す。蜜蜂の社会性はこのようなものを経てより大規模で高度に進化したものとされる。また、同類の花蜂の巣に自分の卵を産み、 その蜂が集めた幼虫の餌を横取りする労働規制を行うものがあり、その種数は花鉢全体の1割に達する。詳細は該当項目を参照。花鉢は赤外線や赤色を見ることができない代わりに紫外線を見ることができる。攻撃手段としては丸花鉢や蜜蜂など一部の花鉢は毒を持ち、尾部の先端にある針で敵を刺すことができるが毒性は、 弱く、またそれほど、攻撃的ではない。特殊な攻撃手段として、蜜蜂の一種である、東洋蜜蜂は、天敵であるオオスズメバチを大群で取り囲んで、宝球と呼ばれる塊を作り、内部の温度を上昇させることで撃退することができる。ハリナシバチなどのように針を持たないものは、噛みつきなどの手段で外敵に対応する。大半の昆虫は、変温動物であるが、 花鉢の一部は摂氏0度でも摂氏30度以上の体温を維持できるという高温動物とほぼ同じ特性を持つ種がいる。桜の花から花粉や蜜を集めている。蜜チ花鉢は花の受粉を行うため農業上は液中として扱われる。花鉢の受粉は農業上非常に重要であり、特に蜜蜂、筒花鉢、ハキリ蜂、 丸花鉢などは受粉のため養蜂業者から農家へと販売されている。こうした受講用花鉢の中で最も利用されているのは蜜蜂である。蜜蜂は人間の利用が特に進んでいる花鉢で半ば家畜化されており、その飼育は養蜂として一つの産業となっている。蜜蜂はもともと蜂蜜を採取するために飼育され始めたものであり。 現代でもその目的は小さなものではないが、蜂蜜採取よりも農業用の受講用の需要の方が大きくなっている。1990年代から蜜蜂,蜂が大量に行方不明となり、個体数が大幅に減少する、いわゆる法群法解消法群が発生し始め、2007年から2008年にかけてアメリカで表面化して世界中に広がり、さらに、 丸花鉢の急減も報告されて農業に大被害を及ぼすことが懸念されたものの2016年から2017年には個体数の増加が報告され懸念は弱まったとされるまた養蜂による産物としては蜜蝋も古くから非常に重要でありまたプロポリスやローヤルゼリーの健康食品への利用も行われている蜜チより蜜量が少ないもののハリナシ鉢も 同様に、蜂蜜と蜜蝋を生産するため、西洋から導入されるまで蜜蜂の存在しなかった南北アメリカ大陸やオーストラリアではよく利用されており、マヤ文明では、ハリナシ蜂による養蜂も行われていた。コマル花チのオスは、ライポン、トラマル、キバチ、モールチ、ナルトチ等の名前で呼ばれ、東京都品川区、世田谷区、大田区、 目黒区の小学生たちの間で刺さない鉢として一時期ブームになった。新たな環境への適応力が旺盛で、輸入作物などについて、世界全土に広がる種も多い。また、作物の受粉用に移植されたものもある。近年、在来種及びこれと、在来植物との共振化によって構築された、倉庫なシステムに対する、外来種の悪影響が懸念されている。ありがとうございます。